国債は、未完化、国債属の落葉低木、私有一種。よく枝分かれし、樹高は1.5から3メートルになり、全体に周期がある。樹皮は、開白色、または、灰褐色で、皮目があり、古くなると、紙のように薄く剥がれる。一年目の若い枝は、開緑色、または、赤紫色で白色の難毛が二畳に並ぶ。 即死の短い若枝につく葉は個性するが、枝先の若枝は伸長し、葉は2個ずつ、左右交互に個性する。特殊な葉の付き方で、これを、国ギ型幼女という。養診は、頭来形、頭乱状長楕円形、または、両形状乱形で、長さ5から13センチメートル、幅3から7センチメートル、先は短く尖り、基部はくさび型、円は全円になる。 発質は薄くて柔らかく、表面は光沢があり、葉脈状に短毛が散るし、裏面には全面に毛が生え、特に葉脈状に多く、全面に油点が散在する。葉平は長さ2から7ミリメートルになり、卵毛が生える。夏季は4から5月。前年枝の葉液につく花が伸長し、お花女は長さ2から4センチメートルになる、相乗過剰になり花を十数個つけ、 目花は長さ3から5ミリメートルになる花柄の先に1個つける。花は緑色で小道は約7から10ミリメートルになり、学園は4個、花弁も4個ある。尾花の学園は長さ約1ミリメートルの共三角形で先は尖り、花弁は長さ1から2ミリメートルの楕円型になる。目花の学園は長さ約二ミリメートルの卵型で、花弁は 長さ約3ミリメートルの長大円型となる。大花には4個のおしべがあり、目花には4個の小さな大花雄水と中央に1個の雌しべがある。脂肪は4個の心側が中は合着し、4室に分かれ、各室に1個の胚種があり、下中は中上になり、中東は4列する。果実は4個の文化に分かれ、文化は長さ8から10ミリメートルになる、歪んだ大円型で、 はじめ緑色であるが秋に熟すと泡褐色になり、二列し、乾燥した内火火がバネのように反転して中の種子を勢いよく弾き出す。種子は、計約3ミリメートルの平たい円形になり、黒色で光沢がある。日本では、本州、四国、九州に分布し、低地から低山地の沢沿いや,やや湿った林内に生育する。石灰岩地では、 よく大群生している。国外では、朝鮮半島南部、中国大陸中南部に分布する。和名国詐欺は、国詐欺のおいで、しそかの小低木である草木のような匂いがあり、比べて小型であることからついた。学名オリシャージャポニカは、1784年、スウェーデンの植物学者であるガールツンベルクによる、命名であるが、オリシャーの語源は、ギリシャ語やラテン語ではなく、日本名。 国詐欺のカタカナを折詐欺と誤って読んだことによる。昔は枝や若葉を大肥に入れて、またはそのまま農地に入れ、麦やオカボなどの肥料にされた。また、殺虫の効果があり、葉を煎じた汁は汲み取り、便所のウジ殺し、牛馬の白身殺しに使われた。また、肥料とするため、2から3日の間、手摘みすると、本種の成分によって顔や首の皮膚が赤く腫れて、 かぶれたという。この本種の持つ特徴、紅葉、利用方法等に由来した地方名に、沢漆、宇治殺し、馬洗いの木がある。また、語源が不詳のものや通用地域がごく限られたものとして、潜水、大詐欺、大詐欺、豆苗、ともめ、二度神ぬたべ、みたび、ねず、みヤむなどがあるが、いずれも日本各地の人々が本種を利用して、 その地方での特有の地方名が付けられたもの、考えられている。植物学者の倉田悟は、和名国杉の由来について、草木との関係を述べながらも、国杉とは、緑飛のことで、葉を堆肥に入れるほか、水田の緑飛に、国杉の枝葉を使う民族も、全国各地にあったから、国杉は、緑飛にする気といった意味ではなかろうか。と言い,い、また、神奈川県には、 国ソッパ葉の名がある。養蚕の時害虫を防ぐため、敷物として国祖の枝葉を使い、蚕の糞がついた枝葉は時々取り替えるという。だから国ソとは国ソであるとの説もある。と国祖の植物と民族に関わる興味深い話を紹介している。国祖族はムクロジモクミ未ン化の族の一つ。落葉帝牧。死有一種。 東アジアに一種ある。本属には国産に一種の実が知られている。ありがとうございます。